生ポッキー、うん、まっ、うわちょっとこれハマりそう。シェイコーゴ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 ー、2キロ痩せてます。これにしただけです。まあ合う合わないあるとは思うんですけどね、私はなんかめっちゃ調子いいです。はい、どうもこんばんは、こいむです。あの小学校のところの時にですね、こういうなんかテーマパーク行きました。こうまっすぐ立ってるのに斜めになるようなやつ、ね、というわけでですね、今日はちょっと最近ね、私が取り組んでおります腸活ね、腸活をやってるんですよ私。腸活といよいよね、まあいい年になってきたんですよということで、あの健康おじさんになりたいということでいろいろやってるんですけども、その一環としてね、まずあの現代人のこの腸にね、こう必要なものとしてね、やっぱりその食物繊維ね、これをやっぱり取っていきたいね。普通にこう何も気にせず食事をしてしまうとですね、やっぱり食物繊維というのがね非常に足りなくなるんですわね、うん、でその食物繊維の中には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維っていうのがあるらしいんですよ。そのまあ水に溶ける食物繊維と溶けない食物繊維があるらしくて、その両方どっちかだけでもダメだと、それをうまいことですね、両方こういい感じのバランスで食べた方がいいでげすよということをあの知りまして、じゃあそういう時にどういう食べ物を食べたらいいのかなと、できるだけやっぱり簡単にやりたいじゃないですか、簡単の方が続けやすいんじゃないですか。で見つけたのがもち麦や。というわけで食べましょう。今日食べる食べ方はですね、はい、視聴者さんに教えていただいたですね、ジャネフのご飯に合うソース、卵風味、これで食べていきたい。これね、なんかすごい美味しいらしいんですよ。私はこれ初見でございます。ちょっと食べてみますんで ね、教えてくれた方ありがとうございます。これをじゃあね、ご飯に、もち麦ご飯に、お、すごい、卵の黄身みたいなたっぷりとかけましてね、はい、こんな感じ。それではスーパーフードいただきたいと思います。ジャネフのご飯に合う卵ソース、いただきます。なにこれ、超うまいじゃん、これはうまいよ、うわなにこれ、うまっ、うん。でね、このもち麦ご飯のね、食感ね、うん、プチプチしてるんでさよ、で、ぬるぬるが全然なくて、なんていうんですかね、ツルツル、うん、もち麦自体がすごいツルッとしてるんですよ、ツルッとして噛むとプチっていうんですよ、めっちゃくちゃうまいんですよ。そしてこれよく噛むことによって、さっき言ったね、ベータグルカン、これがあのちゃんとね、腸内にもち麦の中からこうニュって出てきますよね、うん、うまっ、やばい、この卵ソースうまっ、なんだこのコクは、うわぁちょっとこれハマりそう。あのね、なんか黄身のコクとなんとも例えようのないスーパー濃いコク、今日はね、贅沢にね、動画なんで2個使いましょう。これちょっとびっくりした、ジャネフ、どこジャネフって、ご飯に合うソース、ちょっと合うにも程があるでしょっつって、これはいいぜ、ジャネってるぜおい。これね、多分ね、冷凍うどんチンしてこれを絡めても絶品だぜこれ、多分分かった。さらに行こう行こう、いつもの我が家の定番、これね、その卵風味なんで、魚介系の出汁とかは全然この味にないんで、これを足そう、もうこれで優勝だ、この休まれだし、これ直掛け、やっぱ、優勝した、もう食べなくても分かるやつ、いただきます。うまっ、これね、
これ Amazon で買ったんですよ。教えてもらって Amazon で検索したら売ってたんで、これ Amazon プライムで送料も無料ですから、これマジで買った方がいいですね。これちょっとひどくうまい。これもち麦ちゃんとね、しっかり噛んだ方がより健康成分が増すのに、もう噛めない、うますぎて。だしがプラスされてね、うまい、うますぎ。昔ね、食物繊維取んなきゃと思ってオートミール生活したことあるんですよ。で、最終的にはオートミール食べるときは味噌汁に入れるのがベストだっていう結論に達したんですが、そこに至るまでいろんなことやったんですけど、どうしてもね、あのオートミールのね、この独特なね、おいにが慣れずダメだってなったんですけど、もうこれは美味しいから食べてるんですよ。うん、からなんか健康に気遣って食べてるとかじゃなくて、美味しいから食べています。これ本当にね、もち麦ご飯で普通の白米よりも冷めた時美味しいんですね。なのでおにぎりにした時にずっとうまいんですよ。うん、ね、でこのいかにね、このもち麦がごい数なのか、これをちょっと簡単にご紹介していきたいと思うんですけども、まずね、この白米と比べても圧倒的なこの栄養価が高いね。何がすごいかというと、やっぱり食物繊維ですね。食物繊維はなんと白米の26倍、ね、であの玄米のと比べても4倍も高いと。食物繊維がね、めちゃくちゃ食物繊維入ってるんです。で、しかもさっき言ったそのバランスよく取った方がいいであろう、というかバランスとよく取るべきな、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維、これの比率がですね、ベストに近いバランスでもう備わっちゃってるんですね。なのでもう食物繊維問題、このもち麦で OK なんじゃねえかっていうぐらいすごい食物繊維、スーパー食物繊維なんですよ。でかつその、もち麦の中に入ってる大麦ベータグルテンっていうね、この成分がね、これめちゃくちゃすごいんです。これ何がすごいかというと、まあ、簡単に言うと血糖値を非常に上がりにくくしてくれる作用があるんですね。このベータグルテンっていうのはこのちょっとこうね、ぬるっとしたねいう感じ、ご飯で食べると全然ぬるぬるしないんですけど、それよく噛んで食べた時に胃の中でそういう成分になるらしいんですが、でこのベータグルカンっていうこの物質がですね、小腸の中に入ると短鎖脂肪酸という胃腸にとって非常に大切な脂肪酸が作られるということなんですよね。でこの脂肪酸が腸のこのね中をこう刺激してくれることによって、インクレチンっていう、まあ要は膵臓にインスリンですね、こう上がりすぎた血糖値を下げる必要がありますよね。その上がりすぎた血糖値を下げる役割を果たすインスリンね、この分泌を促してくれるっていう作用があるらしいんですよ。でつまり、白米とかパンとかそういう精製された白い炭水化物あるじゃないですか。ああいうのに比べて血糖値がグーンって上がる前に、前もってなんならインスリン出してあげますよみたいな感じの食べ物なんですよ。それによって血糖値がそのグッと上がらない、こうじわ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 ぐらいの感じでいけるんですよね。はい、でこの血糖値が上がってこうインスリンがバーって出て、そういう時にあの余った栄養素をあの中性脂肪に変えるんでしたっけみたいな感じなんで、要はまあ太りづらい、非常に太りづらい炭水化物なんですよ奥さんっていうことなんですね。はい、どれぐらいその血糖値が上がりにくいのかというと、白米パンこう精製されたやつと比べてなんと 44% もあの上がりづらいっていう研究結果もあるそうです。はい、でセカンドミール効果っていうのがあります。はい、このねもち麦にはセカンドミール効果っていうのがあるんです。これがゴイゴイ数でございます。例えば朝ごはんにもち麦食べますよね。これをファーストミールとした時にセカンドミール、つまり昼飯とか、まあその次とかね、次の食事の時の、血糖値が上がるのをなんとね防いでくれるんですよ。ゴン上がりしないんですね、緩やかになるんですって。はい、まあそんなこんなんでね、スーパーフードでございます。はい、でこれねもう実は1ヶ月ぐらい続けております。あのぶっちゃけ言います、2キロ痩せてますこれにしただけです。
まあ合う合わないあるとは思うんですけどね、私はなんかめっちゃ調子いいです。他にもいろんなちょっと腸活のね、自分でヨーグルト作ったりいろいろちょっとやってるので、それはまあおいおい気が向いたら話しますっていうとこなんですけど、まあ、とりあえずこれ食っといてください。もち麦ご飯めっちゃうまいですから。はい、皆さんも腸活やってみてください。まあ実際ね、本当に2キロ痩せたんですが、まあ、もち麦だけで痩せてるわけじゃないと思うので、いろいろやってるんでね、まあそれにしても本当におすすめ、美味しくて健康にいいのでぜひやってみてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。もぼぼぼぼすこいむーです、こいむーです、こいむーです。ものすごく大きい声を出せますよー。